春城は、鎌倉時代前期の僧。出自については不詳である。日後国秋田軍の出身。字は、我が前、号は、深捨てる。直号は、太公消防国士。死号は、月輪大師。新言州潜入自派の衆祖とされる。1183年18歳の時に出家停発し、翌184年が財布館税温寺で、愚足会を受けた。 戒律の重要性を痛感し1199年、中国に渡った。K さの毛安元武佐に前を、主名山の序安良博氏に律を、北方衆院に、天台教学を学んで、12年後の1211年日本に帰国して、北京律を起こした。春城に帰還した、宇都宮信夫に、占有寺を寄進され、次号を占有寺と、 改めて再興するための肝心を行った。言葉上皇をはじめ天皇、公家、武家など多くの信者を得て、そこから汽車を集め、同社を整備してご願寺となり、以後、潜入寺は、律、密、善、浄土の四州見学の道場として栄えることとなった。農書家としても知られ、その署名は早朝においても高かったと言われる。日本に、 創風の新書風をもたらした公は大であり、筆跡としては、潜入寺、進む縁書と、不法上が共に国宝として、潜入寺に現存する。潜入寺を、潜入寺と改めた、翌年の1219年10月、54歳の時に書した、進む縁書である。文章、書風ともに優れており、風格、国宝は壮大に流行した。 鉱山谷風の行書体である。五四一貫よりなり、下大に造船入寺貫人書とある。大きさは40.8センチメートル29.3センチメートル。中島茂雄著、宮坂雄勝監修、日本の瞑想百人、川出文庫、1993、100から101ページ1883年宣言、明治天皇。ありがとうございます。